道の駅滝行き廃太郎は、和歌山県東室郡小佐川町にある、和歌山県道43号那智勝浦小佐川線の道の駅である。2010年3月16日に和歌山県指定駅念物として指定された滝の廃に隣接する。廃校となった小川中学校の跡地を整備して、2012年3月に平家駅。それに先行して、 トイレが整備された2010年8月26日に、道の駅登録の伝達式が町役場で行われ、2011年3月からスタンプリーが開始された。すぐそばでは、道の駅の整備に先行して、町役場の出張所、診療所などが入居する小川総合センターが開設された。また、開駅後の2012年8月5日には、小川産品直売所、 滝行廃太郎の店がオープンした。道の駅の側にある滝の廃、県指定文化財、記念物、和歌山県教育委員会、2013年1月10日閲覧、小川中跡地が、道の駅に、小沢川町上がら木移民法、那智滝行廃太郎が、道の駅に、登録、26日に登録証が伝達。道の駅、 竹内廃太郎スタンプラリー3月1日より開始します。産品直売所、竹内廃太郎の店がオープン小沢川町小川、あがらキー民法。2012年9月22日閲覧。ありがとうございます。